今年2月、デビュー30周年イヤーを締めくくる日本武道館コンサートを成功させた TRF。DJ 空、62、とサム、62、の同学年コンビは、還暦を超えても元気発落だ。前世、からかたい絆で結ばれた二人、共に過去を振り返り、思い描く未来を語った。たまりあかね、写真、フィナーレで挨拶する、左からサム、エツ、勇気。 千春、DJ 九92年結成共通点の多い二人だ。同学年で学生時代はラグビー部に所属。共に70、80年代のディスコシーンに身を置き、東京、歌舞伎町に足を運んだ。DJ クー相方ですね。ロケとかもやっぱりサムとやってる時が一番自然なんですよね。一番気を許せる相手です。サムバラエティの時は DJ クーのバーターなんで。 付き添いで出てる感覚です。笑い。ある番組で、オーラが見える人に、前世で二人は漁師で兄弟だったと。そう言われちゃうと、なるほど、みたいな感じもします。TRF は92年に小室哲也、65、プロデュースのもと、DJ 空、ボーカルの勇気ダンサーのサム、チハル、エツの5人で結成。93年にデビューした。 サム90年代の DJ 空って不思議な人格だったんです。みんなでご飯食べて話してても、いつの間にか吸っていなくなってそのまま帰っちゃうみたいな。年を追うごとに人間味が増してきたんですけど。DJ 空自分としては今が一番ミステリアス。自分で自分がわからなくなっているところもありますからね、笑い。 98年転機94年から95年にかけて発売したシングルは5作連続ミリオンセラーを達成。ダンスミュージックの一大ムーブメントを巻き起こした。グループの転機は98年。小室がプロデュースを離れたタイミングだった。DJ 空セルフプロデュースになって、すごく迷ったと思います。自分たちがやっていくのはこれなんだ、っていうのを、 それぞれぞが見つけてていいかかななきゃゃっていうのは感じじたんじゃないですかねサム2000年から6年くらい曲のリリースがありませんでしたその期間にソロの活動だったりグループで外のライブに出たりといろいろ試したのがすごく面白くて6年に久しぶりの新曲ホエアートビギンを発売した時セルフプロデュースの形が出来上がった感じがしました 30周年を記念した日本武道館公演のチケットはすぐに完売。年齢を感じさせないパワフルなパフォーマンスでファンを熱狂させた。サム、次のツアーで解散しようか、みたいな話も23回あったと思うんです。でもその都度ライブの機会や望まれる場所があったりして、別に解散って言わなくていいんじゃないかと。あえて解散を歌わなかったのが続いている理由かなとも思います。 DJ 空これからも続けられる限り、目の前にあることをちゃんと5人でこなしていきたいです。サムこのまま行くと次は35周年かな、また武道館ができたら。ドーム目指したいね。一時代を築いたレジェンドながら、フォークなき探求心で新境地を開拓し続ける。12年、ヒット曲とエクササイズを融合した d v d e ージー Do ダ u サーサイズ が大きな話題を呼び、売り上げがシリーズ累計380万枚を突破。サム思ったより世の中の人たちがそういうものを望んでると分かって、高齢者の健康寿命を伸ばすダンスプログラム、誰でもダンスを作り始めました。南カリフォルニア大学のジェロントロジー、加齢学の講義を受けて、修士号を習得しました。大病克服 DJ ーは17年。 テレビ番組の企画で受けた人間ドックで脳動脈瘤、瘤が発覚。手術とリハビリを経て大病を乗り越えた。以来、健康第一、健康第一を掲げ、健康診断や人間ドックなどの促進に関する啓発活動を行う。<laughs> DJ 空普通に仕事をしたり遊びに行ったりできるのは当たり前じゃない。自分の体をちゃんと大切にすることは、 家族や仕事や仲間を大切にすることなんだと実感しました。サムあの番組がなかったら危なかったよね。DJ 空本当にね。いただいた命だと思ってます。歓暦を超えてもアグレッシブに活躍する二人。元気の秘訣、秘訣、お笑顔で語った。サム常に新しいものに興味を持つ気持ちは大事だと思います。どんどん新しいことやりたくなっちゃうんですよ。50代で、 ジェロントロジーを勉強したり、脳の世界にも足を踏み入れて舞台に立ちました。これから DIY もやりたいし料理もマスターしたい。あとは仕事柄、若い世代と関わる機会が多いですね。DJ クー確かに、何度か学校で特別講義をさせていただいて、すごく新鮮な気持ちになりました。小学校高学年の生徒さんから、DJ で食べていけるんですかって質問があって、 昔はギリギリだったんだけど、今の時代は頑張れば食べていけますよ、って笑い。TRF として30年の時を駆け抜けた二人。さらに30年後の未来は、サム92歳、クーちゃんには頑張って100歳まで生きてもらいたいですね。誰でもダンスをこれからもやってもらおうと思ってるんで、DJ クー僕自身、まだ伸びしろはあると思ってます。 これからさらに若返って、健康第一を自分で証明していきたいな。サムこれからもエンターテインメントの世界にいれば、元気でいられるかなと思いますね。下向き黒三角 TRF のつ59、兄弟とも家族ともちょっと違うんですけど、いざとなったら頼れる安心感がある二人。若い頃はぶつかったり喧嘩するところも何度か見かけたりしました。それがあって今、 仲の良さが増した感じです。仕事場で二人が久しぶりに会えた時の嬉しそうな感じは、皆さんにお見せしたいくらいです。私はもう、サムさんが倒れるまでやるのが目標なので、とにかく体を大切に、これまで通りパワフルに進んでいってほしいですね。二人ともいつもありがとうございます。サム、サム、1962年、ら37、1月13日。 埼玉県生まれ。多数のアーティストの振り付けやライブ演出を務める。昨年12月、芸能人で初めて能面をつけて能楽堂の舞台に立った。DJ 空、DJ 高、1961年、明36、8月8日、東京都生まれ。TRF のリーダー。22年に日本盆踊り協会の特別芸術顧問に就任。 25年に DJ 活動45周年を迎える。TRF92 年に結成。ダンサー、DJ、ボーカルという新たなスタイルで構成され、イージールダンスボーイニーツガールなどヒットを連発。今年3月には約15年ぶりの新曲 t r イザフ the Future をリリース。